こんにちは。こんにちは。ベストバイ。はい。まともですね、最近のオープニングが。じゃもう、ベストバイだね。上半期ベストバイですね。もう、そうですね。2024年。はい、今日さ、はい、俺、油絵の日だからさ。新しい趣味ね。はい。頭そっちに引っ張られてるから。笑いたきゃ笑え。まだ笑いたきゃ笑えのレベルですよ。なるほど。続くんでしょうかね、それは。わかんない。1年ぐらい やれたら。でも1年続けばね。1年続けることを目標にやってますから。なるほど。はい。まずはね。はい。ということで、はい、今日はね、上半期ベストバイということで、うん、まあ結構ね、いつも見ていただいている方が多い、うん、コーナーではありますが、はい、まあその、まあスタッフ全員ですね、うん、ちょっとおすすめの一点っていうのを紹介して、はい、まあそのコーディネートだとも紹介してるんで、はい、ぜひ参考に、はい、見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、多分今回しか作らない可能性もあるんで、今回のベストバイは、うん、あの66デニムのブラックをご紹介、はい、購入した次第でございます。ワンウォッシュの方だね。ワンウォッシュの方は、はい、そう、意外とね、黒ってね、うん、アメカジブランドでも作らないんですよ、うん、結局僕らが作ってるのって硫化染めのロープ染色とかインディゴと同じ染め方のブラックデニムなんで、うん、はい、うん、ね、縦落ちするしヒゲも入るブラックデニムなんで、はい、うんうん、まあ、あのインディゴ同様の経年変化楽しめる。そうですね、うん、生地自体はね、あれですよね、あの、ラストリゾートデニム白タグの生地使ってるんで、はい、まあ、細いんだけど柔らかいし、うんうん、なんかいいですよね、このテーパードした感じが ね、森さんが一応体型と今履いてるサイズを教えても173センチの多分65ぐらいだと思うんですけど、うん、一応サイズ31インチ、はい、はい、かなりぴったり履いてますね、うん、ポケットの形なんかも全然違うんで、はい、うん、そうですね、なんかやっぱり外で見るとすごくブラックジーンズ感分かります。そうですね、うん、インディゴデニムの方をリリースして3年経ってからじゃないですか、これ作ったの。ああ、そっかそっか、そういう周期の可能性があると。3年に1回なのか4年に1回なのか分かんないですけど、うん、まあ、あるうちにご購入がいいかなと、うん、はい、ですね。そう、あのトゥーモンキーズの、うん、フレンチワークブラウスのブラック、はい、でオンスもちょっとこっちの軽いんで、うん、まあ、より春夏向き、はい、はい、うん、とはいえなんか道足が言うにはね、うん、冬着ててもね、オールシーズン着れるのが朝だよというふうにおっしゃってましたね、うん、日本のね、そういう神社とかのあの、うん、あのなんていうんですか、神主さんが着るようなものも昔は朝だったっていうことで、うん、結構日本には昔からある素材なんで、うん、馴染みある素材、うん、森さんって M 着てるんですかね、うんうん、ね、やっぱ特徴的なのがこの、うん、ゴミツピンタック、はいはいはい、こんなね、細かく工場泣かせと言われた、抑えられるのがすごいですよ、うん、本当にこのさ、見頃とさ、見頃にもこう見えますかね、ギャザー、うん、ギャザーが入ってピンタックが入って、はい、ね、縫製する方もここの縫い目とここの縫い目を合わせて組み上げるってすごいことだと思わないですか、うん、確かに、こんなんですよ、だってね、他の工場さんがちょっと感動してたっていうもんね、うん、引いてました、え、感動じゃない、引いてました、引いてた引いてましたすごいと思いますよ、この本当この幅をきっちり合わせるって技術が、うん、後ろもね、こう回ってもこの丸みがあって肩のラインとかも同じく、はい、ギャザーがね、こう入って生地を無駄にしないでギャザーとかで、うん、こう丸みをつけて立体的にするっていう作り方なんで、うん、すごいいいです、うん、着やすいし、ね、うん、本当にデニムでも合うし、今日もちろん履いてるブラックジーンズにも合うし、チノにも合うし、アメカジでも全然、うん、
合いますよと、はい、まあでね、ここねサイドポケットあるんで、ね、それがいいですね、うん、G ジャンにはないですからね、サイドポケットはね、なんでこういう作りとかが面白い、うんうん、なんで僕の上半期のおすすめはこの2点、はい、うん、2点おすすめです、はい、うん、着やすい、合わせやすい、はい、ありがとうございます。またね、ちょっと2024年の下半期なんかもあると思うんで、下半期ね、はい、もう頭に入れといてもらった方が、6月なんでね、まあ、いっぱいありますからね、うん、はい、はい、考えておきます、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、はい、こんにちは、こんにちは、今日僕の撮影をしてくれるのは何といっても、はい、スーパーエース小森さんです、よろしくお願いします、お願いします、もう最後かもしれないね、今度撮影してくれるのは、もうそうですね、最後かもしれないですね、いやー、まあ、引き続き、ね、あの、はい、退職されても撮影が必要な時は、はい、あのカメラマンとして、はい、お声掛けする時もあるかもしれないですけど、はい、お手伝いしてくれるかな、そうですね、お手伝いは、はい、可能であればさせていただきますので、はいはい、どうぞよろしくお願いします、お願いします、はい、今回の2024年の、はい、上半期のベストバイにはこのね、もう見てわかる、はい、青タグだね、はい、入れていると思うんですけど、かなり僕はちょっとフルコンプリートしてます、はい、まあ、頭は、はい、ファティーグハットですね、はい、まあ、こんな感じでね、うん、ファティーグハットいいですね、生地感統一されてて、うん、すごく、あ、全体的にね、はい、うん、でまあ、ハットはねあんまり僕ファティーグハットこういうミリタリー系なものとかってかぶってなかったんですけど、やっぱこう生地をね今合わせてみると、はい、かなりなんか自分の中でもおちょっといいなと思って、はい、ベストバイ、はい、だなっていう感じで取り入れてみました、はい、であとはまあね本当にちょっとスタッフでもうユニフォーム的になったこのカバーオールがね、はい、はい、ちょっと僕は全体的にいつも大きめをこうジェラードに携わってから選ぶようになってしまっているんですけど、はい、168センチのまあ63キロ4キロぐらいなんですけど L サイズなんですけど、はい、ちょっとゆったりめを選んでます、はいはい、まあ、こんだけライトオンス 10.5 オンスなので、はい、まあ、最近本当に夏でも飲食店とか映画館行くとむちゃくちゃ寒かったりするから、僕はこれカバンにこう忍ばせて持っていける一つのなんかマスターピースだなと思って、着用頻度も多いジャケットになってます。あ、まあ、この季節いいですよね、うん、春先からね、やっぱり、うん、かなりの在庫数を積んでたんですけど、はい、もうわずか、撮影中にもわずかというところで、もしかしたら6月末には完売してるかもしれないので、はい、まあ、その他何かもう1点組み込みたいなと思ったのが、じゃじゃーん、はい、おー、この、ちょっと待ってくださいね、置きます、はい、ウエストコースシャツ、はい、これね、はい、まあ、実はジェラードの、まあ、オリジナル生地、はい、まあ業界用語ではまあ別注生地とかいろいろ言い方はあるんですけど、はい、まあ、ジェラードがいつも毎シーズン作ってるウエストコーストシャツの、うん、はい、まあ、レーヨンで作った、まあ、いわゆるヒョウ柄と呼ばれるシャツですね。本当にちょっと夏らしい、まあ、アロハシャツもむちゃくちゃいいんですけど、ちょっとこういう西海岸のテイストって言ってもいいのかな、はい、うん、なんか僕はこういうシャツもすごく好きで今回は取り入れてみました、うん、はい、一応僕また、カバーオール同様に L サイズのオーバーオールを、はい、購入しました、ね、僕ら世代もそうだし、もうちょっと年齢が上の方とかは、いやちょっとオーバーオール抵抗あるよ、子供っぽく見られるでしょとか、大きい方のなんか特徴的なアイテムでしょみたいなことを言われるんですけど、はい、まあ、今回のジェラードのこの、対戦、はい、2位の対戦からこうちょっとインストライを受けて作った、はい、オーバーオールなんですけど、やっぱりこう白い糸とこういうちょっとあんまり目立たせたくない部分が、はい、こうなんだろうな、グレー、黒っぽいグレーの糸を使ってるっていうところで、うん、なんかあんまりこうメリハリがあるあのタイプの洋服ではないので、はいはい、まあなんか本当に一つ持ってると、うん、まあ、遊びがあるアイテムなのかなと思うので、うん、まあ、僕的にはベストバイというと一個に絞ってって言われたら、はい、このオーバーオールかなと思ってます、はい、こんな感じで僕の2024上半期の、はい、ベストバイこのスタイリングでございます。お願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、誰よりも今回はくまちゃん、はい、お買い物したんじゃないですか、ジェラードの会社にはめられてるまあでもね、0.1 トン男というアカウントを作って、はい、まあ、0.1 トン界のカリスマというところで、はい、結構おねだりもあったよね、くまちゃんとかね、おねだりがはめられてるはめられて欲しかった
そうそう、美味しかったです、美味しかったです。ただおねだりしすぎちゃって、うん、ちょっとお財布事情もなかなか攻めてるなと。なるほどね。僕ももう9年ぐらいジェラードいますけど、うん、今年一番買ってるんじゃないですかね。おお、ここに来て。しかも9年いるんですね、くまちゃんは。そう、もう結構、まあ森さんの次には長いですね、表に出てるスタッフだと。ベストバイ、うん、一押しはもう、もう見てわかる通りですが、はい、もうこれですよ。はい、44レザージャケット。おお、これはもうね、おねだりの中でもまあ一番作ってほしかったやつですね。ああ、本当に来たかったんだもんね。本当に来たかった。でもこれも面白くて、僕ジェラードに入るまで G ジャン着たことなかったんですよ。おうおうおう。で、まあ、ラストリゾート白タグ、あのセカンドが初めて出た時に、うん、初めて G ジャン着て、うん、違和感しかなかったんですよ。短いなみたいな。あ、それまではもう G ジャン着たかったの、ジェラードの中でも。着たかったです。それこそプラスで言えばファイブポケットのデニムはあんまり履いたことなかったんですよ。なんかそのトラウザーって言われるような太いパンツ履いたりはしてたんですけど、うん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 、ってとこで、うん、まさかの人も革ジャンまで行っちゃったっていう。行っちゃってるよね。めちゃめちゃいいっすよ。50だよね、50サイズだね。はい、サイズ50です。まあでも、ちょっと今在庫は、これが放送される頃には、ちょっとないんですけど、うん、まあ年間1回くらいかな、うんうん。お声がね、かかれば、ね。お声がかかれば、うん。ただまあ、今完売してても、あれもうないのってお客様もいらっしゃるんで、うん、まあまた、生産予定は決まってます。うん、もうこれは、うん、最高ですよ。確かでもさ、50っていうサイズだからかもしれないけど、クマちゃんでも、まあ、100キロを超えてても、はい、少しこうゆとりもあって、きやすいんだよね。もう横から見ても、うんうん、こんな余裕あるんで、うんうんうん、戦えそうですね。そうだよね。伊藤さんの回ではね、あのシャドーボクシングやったりもしてるぐらいね。そう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 。ただあのシャドーボクシングが経年あなるか、うん、あなるっすね。なんか変化してる気しますね。してるね。なんかね、ツヤ感が出てきたかも。そうなんですよ。あの変化した時のツヤ感。うんうんうん、お父さんがよく着てた L サイズのあのツヤ感がちょっと出てきた気がするんですよ、ね。はいはいはい、はい。いや、めちゃめちゃやっぱいいですね。そして今このインナーもなんか今日この44に合わせてる赤の。赤の。これしかもロンティーな。ロンティーか。これはヘビーウェイトだよ、ね。ヘビーウェイトです。うん、で、あの春先に出た。うん、あの今までやってなかった、うん、あのヘビーウェイト T のロングスリーブ、うんうん、画面越しだとすごく赤がなんだろうな、パキッとしてるように見えちゃうんだけど、実際こう肉眼で見るとやっぱり結構着てるからか白っぽいですよ、ね、うん、なんかこう汗た感じっていうのかな、それがかっこいいよね。そうですね、うん、ヘビーウェイトじゃないとその汗たらなんかだらしなく見えちゃうかもしれないです、うん、この T シャツはボディしっかりしてる、うん、そうだよね、首も全然伸びてないから、はい、すごくかっこいい。 でもパンツもこれベストバイですね。そうだよね、はい、311W ペインターパンツ、はい、ちょっとまあ僕はかなり丈短めなんですけど、そうだよね、クマちゃんらしい、はい、さっきも話でしたけど、これは涼しい、ああ夏半パン履かないよって人の中ではとにかくこれおすすめです。そうだよね、はい、10.5 オンス、10.5 オンス、うん、ジェラードの中でも本当一番夏でも履ける長パンですよね。そうですね、まあもうこれと4インチカーキ持ってれば、うん、夏は短パン履かなくても OK かなっていう。 OK、 はい、なるほど。でもやっぱりこの G ジャンタイプって着やすいっていうのはその何にでも合わせられるからね。そうそうそう、しかもその例えばダブルとか、うん、シングルライダーとか、うん、まあそれって過去ちゃんとヴィンテージの世界にもあるじゃないですか、うんうん、革ジャンの G ジャンってないんですよ、うんうんうん、だからまあなんかそのジェラードっぽいそのアーバンヴィンテージっていうスタイル、うん、だからまあその現代的な構築の中で、はい、まあ、僕らが得意としてる G ジャンを、うん、まあ、馬側でやった、うん、結構まあジェラードらしい製品でもあるんじゃないか、うん、なんかそのバックグラウンドがしっかりしてるっていうか、はい、もうだから売れ行きもね凄まじいですからね。ですね、その来客してくれるお客様も参考にしてます、うん、50作ってくれたら何でも買います。すごい熱量。すごいです、ね、じゃあまた次ね、2020年の下半期もあると思うんで、下半期もいっぱい買い物してください。はめられたっつって。もうでもね、買うの決まってるからね。はい、決まってる、はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。こんにちは、はい、僕のベストバイはまずハット、はい、CM37、はい、はい、ファティーグハットとなります。入った瞬間にじゃあもう行っちゃいましたね、速攻ってことですね。はい、もう最近入ったばかりなんで。そうです、はい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 。でこちらシャツが、ザ・ツーモンキーズからリリースしております、うん、コンフェデレートアーミーシャツ、うんうんうん、はい、ちょっとこ うプルオーバーのシャツですよね、はい、そうです。まあ、シャンブレーで、はい、使い勝手いいですけども、こうところどころそうですね、珍しい要素がたくさんあるシャツで、はい、まあ、めちゃくちゃライトな生地なので、はい、まあ、真夏もこのままいけますよね、はい、はい、使い勝手いいシャツとなっております、
でこちらパンツの方が、はい、4インチショーツになります、うん、まあまあもうリリースしてかなり長い定番ものやけど、はい、結構使い勝手いいですよね。まあ、めちゃくちゃ使い勝手いいですよこれ、うんうんうん、ちょっとロールアップしてる感じです。そうです、一通りしてます、うん、まあ結構ロールアップしても長さは膝下ぐらいあるので、はい、ね、そういう合わせ方してもいいですよね。はい、はい、でブーツがエラストスです、うん、はい、はい、結構ね履いてます、うんうん、はい、なんでシワが結構入ってると思いますけれども、履きじわがちょっとね足を前に出してもらっていいですか。そうですね、この辺のシワがかなり、そうですね、いいシワ入っております。まあまたサイドゴアなんで、うん、当然その紐がないと部分が結構シワが入りやすいんじゃないかなと、そうですね、思いますね、はい、まあかなり夏らしい、そうですね、イメージで仕上がったんじゃないかなと思いますね、はい、そうですね、まあ白のパンツに、まあすごいこれがすごい軽い素材なんで、はい、まあ、非常に、まあ、合わせやすいっていうところと、うん、で、まあ、ちょっとサイド側のブーツを使って、うん、まあ軽量感出してます。じゃあちょっと、上村君の上半期ベストバイはこの4点4点ですってことですね。はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではシュウさんよろしくお願いします。お願いします。まあね、見ていただける通り、はい、ちょっと今の時期にはかなり暑苦しい格好してるんですけども、はい、まあ上半期ということで今年の1月ぐらいからね、はい、こう買い溜めたものというのを見ていただこうと思うんですけども、はい、まあ、まずはやっぱりこのレザーパンツ、うん、まあ、519レブルレザーパンツでございます。ちょっとね、まあ最初かなりね針がこうパチンってあった、まあ、ホースハイドなんですけども、はい、いかがでしょう。もうめちゃくちゃ馴染みまして、うん、しっかりと下がりひげとかもね、入ってきまして、はい、やっぱりホースハイドならではの、うん、なんて言うんでしょうね、このシワと言いましょうか、ちょっと寄りますよ、はい、めちゃくちゃいい、うん、出てきております、はい、で、まあ最初はどうしても丈は長めなんで、はい、いろんなその裾上げの方法あるんですけども、うん、まあワイルドにもうカットオフですね、ぶった切ったってことですか。はい、もうただただ切りました。もうここだというところで切りました。はい、まあ、こんなワイルドな履き方もありますよという感じで、なるほど、あえて雑に履いております。はい、うん、ちょっとこのすり減った部分見ていただくと、もう写真がおお出てますね、しっかりと出てますね、はい、まあもう要はこれが今から、うん、まあ、2年3年5年経つとこういうところに、そういうことですね、はい、出てくるということで、経年変化も楽しみながらこの半年間履きました。はい、はい、そしてまあちょっと僕といえば、うん、ジージャンということで、なるほど、まあ今ちょっと着ているんです。これはまあベストバイというか、うん、これはもうだいぶ前に買ったものなんですけど、はい、ちょっと告知も含め、うん、まあ、これが実は今年の7月、はい、7月ですね、うん、末ぐらいかな、はい、に再入会予定、うん、久々1年ぶりぐらいかな。そうですね、1年ぶりぐらいですね、うん、なんでここぞとばかりに着、うん、てきました。お、結構店頭ではご試着たくさんいただいております、うん、で早くももう予約も結構いただいてるんですけども、はい、もう少しまだ在庫があるのかなと思うので、はい、ちょっと告知っていうのもあるんですけども、なるほどなるほど、まあなかなかなんていうんですか、レザーパンツと、うん、相性もいいですし、そうですね、まあ、全体的に、まあ、1個買えばねもう長年着れますので、うん、ちょっとこうジージャンとレザーパンツの相性っていうのをちょっと楽しんでいるんですけども、うん、まあ、ぜひお客様にも楽しんでいただきたいなと思ってちょっと着てきました。はい、まあ、そしてですね、うん、まあ、もう一つ買ったものがありまして、ほう、ちょっとそちらも見ていただこうと思うんです。はい、はい、でこちらのウエストコーストシャツでございます、うんうん、まあ久々に買いました、ほう、ウエストコーストシャツを、うん、まあ、毎回ちょっとねウエストコーストシャツ、まあ、定番ジェラードの本当大定番のシャツなんですけども、はい、全体的にこうバランスとしてレザーパンツとも合うなと思ってちょっとこれを春に買いました。やっぱりウエストコーストシャツなんでフィフティーズスタイルなので、はい、まあどんなボトムも履いておいてもらってもいいんですけど、もう勝手にちょっと50年代らしい雰囲気、そうですね、雰囲気出ますよね、はい、なります。でちょっと
今回このねお気に入りのところで言うとね、はい、ちょっと見てもらうとね、ちょっとやりますね、まあ、面カスがちょっとそのまま残ってる、まあ分かりますかね、ちょっとこうポッポッと、はい、そうですね、これをこう排除することも可能なんですけども、はい、あえて残して、うん、まあなんて言うんでしょう、雰囲気重視というふうな、なるほどなるほど、はい、でまあ当然、面100なので、うん、洗いもかけまくれます、はい、かなり相性のいいアイテム同士で買いましたので、はい、そうですね、春先はこんな感じで僕も店頭立っておりました、はい、まあ、なのでねちょっとこうまだもう少しだけこちらも在庫あるので、うん、はい、ちょっとチェックしていただければなと思います、はい、以上になります、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、はい、ということで僕のベストバイ、後藤さんのターン来ましたよ、これでしょどう考えても、はい、まあまあ今回僕のところのこのね、うん、あのジェラードのまあ2024年のテーマがまあ一応スプラウトっていうことで、はい、後藤さんの、うん、立ち上げをしていた、うん、ヴィンテージ古着屋の、うん、はい、ショップベースね、そうですね、はい、まあ、なので、まあ、そういう自分の中ではまあ思い出深い、うん、まあ、商品とかを、うん、まあ、あの改めてちょっとリプロダクションしようということで、はい、まあ、展開しているんですけど、うん、まあ、その中のね、まあ、自分の中でも結構上がった1枚がこれなんですよ、はいはい、でそれがね、まあ、一応これ、まあ、あのコーデュロイのプリントコーデュロイのシャツなんですけど、うん、まあ、1950年代の結構珍しい、まあ、レア柄なんですよ、うんうん、でまあ50年代の、あのコレクターそういうヴィンテージのコレクターがまあこう本とかを出すのにこれも載ってるんですけど、うん、はい、まあこの柄、うん、まあ、僕の中ではかなり憧れの商品だったんで、うん、はい、まあそれがまあたまたまね、あの本当にヴィンテージで一度は僕買い付けてすぐ売ってしまったんだけど、うんうん、まあ、自分の手元にも手に入る時が来たので、はい、まあ、それがこれなんですけど、はい、まあ、これをね、はい、これはネイビーですかね、これはネイビーなんですけど、元ネタとしてね、うんうん、でそれを再現しようと、はい、でまあ、それでこう作ったのがこちらなんです、うん、はい、まあ、これをね黒と、うん、ターコイズとバニラのこの3色、3色展開、うん、まあ、この通り、うん、まあ、僕はまあ高円寺スタイル、高円寺スタイル、はい、まあ結構僕はアロハとか、うん、まあフィフティーズもののプリントシャツだとかコーデュロイシャツ、ネイルシャツなども、うん、まあブラックジーンズの色落ちしたやつに合わせてたんです、はいはいはい、これもね、うん、あの今年の春展開している、そうですね、はい、ラストリゾートのブラック、はい、66モデルですね、うん、そうですね、まあラストリゾート白タグ、そうですね、と同じ、うん、まあ企画で、うん、ブラックデニムを作ったと、はい、はい、でまあそれの加工です、これは、はい、うん、でまあなんか今回は オレンジの縫製でしで、まあ普通に66を縫うような感じで縫って、うん、はい、でそれをこう退色させるようにこのフェード加工をしてるんですけど、はい、まあ僕はあのまあ昔の古着もそうですけどブラックデニムあんまひげ落ちしてるのないし、うん、そうですね、僕はまあ自然とこう全部が落ちた感じのブラックデニムが好きなんで、はい、ひげ加工とかは一切せずに、うん、こう作ってるんですけど、90年代後半2000年ぐらいですか、そのぐらいのものですね、うん、今それでもヴィンテージ結構高いんですけど、うん、まあこの色落ちしたブラックデニムにボックスシャツにエンジニアブーツ、これ高円寺スタイル、そうですね、そうそう、ここ確かにエンジニアありましたね、で、このこれが高円寺スタイル、なるほど、はい、そしてだって胸元も最近ちょっと新しくてモデルとして、はい、これはちょっとあのねファーストアローズさんに、はい、まああのこの前北海道行った時に特注してきましたけど、はいはい、新たな後藤モデルとして、ね、これだから高円寺のグルーヴですよね、なんかちょっとこうビーズいいんじゃないかっていうの、はい、こう高円寺スタイルですねあのよくあるあの、まあ、ヤンキー漫画って言ったら、まあはい、クローズってありますよね、クローズね、はい、クローズに出てくる不良のシャツはほとんどボックスシャツですから、あ、そうかも、あ、でもなんかそういう目線でやっぱ後藤さん見てるんですね、漫画は、なんかあれかっこいいなっていうのが、うん、たまたまフィフティーズのシャツで、はい、多分あのそれで作者の高橋宏さんとかは、はい、あの手をあの高校生に落とし込んだんじゃないかと、ね、僕の勝手な想像ですけど、だからこれが高円寺スタイル、高円寺スタイルクローズとかちょっと違う、ちょっとテイストとしてはあれだけど、うん、まあ、いてもおかしくない、まあだけどそういうライブハウスにいてもおかしくなさそう、うんうん、かつ
なんかこうヴィンテージ感あるっていうこうスタイルが、はい、まあ僕の中で高円寺スタイルじゃないかな。なるほど。なんていうんだ、僕らが仕上げたわけでは決してないんですけど、ちょうど僕らが出した後ぐらいからものすごいこれ評価上がってます。はい、ヴィンテージのヴィンテージのプリントコーデュロイの値段が、あ、なるほど。1.5 倍から2倍ぐらい、下手したらすごく高くつけてるお店もあるぐらい、プリントコーデュロイのいろんな柄があるんですけど、はいはいはい、かなり上がった。後藤部屋にもいっぱいあるんじゃないですか、そのプリントコーデュロイの部屋がいっぱいね部屋にこの辺は得意としているから ねこれはちょっと リピートで違うの作りそうですね。味を占めてます。味を占めてます。総括も一緒にこう、うん、まとめて話してしまいますが、はい、まあ皆さんね、うん、多分スタッフ来てるメンバーって言ったら結構青タグ中心だったり、うん、そうですね、うん、まあ、トゥムキーズ着てる上村さんとかもね、はい、いるし、うんうん、なんでまあちょっと個性派もちょっと中には、うん、なんか大阪のスタッフの方がトゥモンキーズをうまく合わせてる人も多いかもしれないし、うんうん、でまあ僕らのこの今の、うん、結構キャラがすごいじゃんやっぱり。そうやって、まあ、確かになんかこう慣れ動画慣れしてきたのかいろいろ喋れちゃいますからね皆さん。まあやっぱり熊崎で言うと、うん、もうあいつがもうおのずと決めてるから自分の着るものを先に YouTube で言ってるからさ、確かにね、はい、だからあいつ着れるサイズ自分で作って自分で着てるから、うん、まあその 0.1 トン男がおねだりしたものそのままコーディネートみたいな、ね、そうですね、今回は44レザージャケットですからね、はい、彼は、うん、まあちょうどそういうあのスタッフの個性も出た着こなしになってるんで、うんうん、結構みんなバラバラですね、まあ、後藤さんも含めてね、うん、体型がしかもねそれぞれ違うから、うん、はいはい、まあだいぶこう参考にはなるもの多かったんじゃないかなとは思うんですけど、はい、見てる人には僕はこの人が推しですみたいなコメント欲しいですね。ああちょっとそれは欲しいですね。まあ次回もね下半期もこんなこともね、うん、またやりたいなと思ってるし、はい、そうですね、年2回なんで貴重なのでやってみたいですね。そうですね、でやっぱりこうコーディネートって一つの参考にもなると思うんで、うん、まあ他にもちょっとそういうコーディネート動画もちょっとずつ上げていければいいなと思ってるので、はいはい、ぜひ参考にしていただければと思います。そうですね、はい、はい、そんな感じで、はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。次の下半期もよろしくお願いします。よろしくお願いします。